ようです。はい、続いては本日の最初のビッグバンドですね。 AME ビッグバンドの皆さんです。ソリスト紹介していきましょう。まずはテナーサックス、新井亮。はい、そして同じくテナーサックスは寺谷純喜。はい、そしてドラムスは音坂陽介。はい、そして最後に私トランペット、本日 MC をさせていただきます大塚康成でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、我々あの ANE バンドなんですが、今年で2回目のあのマダラの、出演ということでして、まあ去年はですね、去年も同じ時間帯に出演させていただいたんですけど、あのパンフレットのプロフィールを見ていただきましたら分かりますように、ちょっと霧がすごくてですね、ちょっとあの天候が あまりよろしくなかったんですけど、今日はあのこのようなね、あの素晴らしい天候の下でね、もうたくさん の, あのお客さん の, なあの中でね、あの演奏できるということでね、あのメンバー一度とてもあの楽しみにあのしていましたのでね、短い時間ではございますが、あの皆さん楽しんで聴いていただければなというふうに思っております。はい、ということでね、早速次の曲に行きたいと思います。1曲目はカウントベーシーというあのピアノの方の曲だったんですが、今度の2曲目の
そうですね、まあ、巨匠ですね、はい、すみません。ということです、はい、2曲目、グレン・ミラーの、曲で、皆さん聴いたことはあると思う曲を、演奏したいと思います。それでは、お聴きください、茶色の小瓶。茶色の小瓶でした。さあ、ソリストを紹介していきましょう。まずはまたまたこの男ですね。我がバンドの宴会部長ということで、テラサックス、テラタニ純喜。はい。で、トランペットですね。我がバンドの、バンドマスターを務めていただいています。サードトランペットで永田大地。はい。そしてトロンボーンですね。今回ね、トラで乗っていただいて、とてもありがとうございます。サードトロンボーン、宮下さくら。はい。ということでですね、我がバンド、まあ、なんでこんな衣装してるんだろうっていうふうにちょっと疑問に思ってらっしゃる方もいるかもしれないんで、ちょっと簡単に説明だけさせていただきますと、ハッピーって非常に万能な着るものでして、冬だと着ると暖かくなるし、夏だと、まあ、夏だと暑いかまあ、ね、夏でもな、でも統一感がね、こうやって見てこうインパクトがあるということでね、お客さんにも演奏を聞いて、あのバンドなんかどういうバンド名だったかなってこう忘れてしまっても、あ、ピンクのハッピーを着てたことだけは覚えてるんだろうなみたいな感じでね、そういう感じで覚えていただけるということで、視覚にもね、こう我々はね、こうやって皆さんにアピールしているということで、ハッピーを皆さんでみんなで来て演奏をしているということです。ということで、次の曲からはもう残りの曲は全部カウントベースの曲で行きたいと思います。我がバンド
はい、あ、ありがとうございます。あのカウントベースをね、あの皆さんあの崇拝をしているあのメンバーたちが、ね、集まったバンドですので、はい、ということで、ね、あの次はあの少しあの落ち着いたナンバーを、お聴きください。それではいきます。アンズダッツダッツ。Thank you.
雑雑踏でした。ソリストは素晴らしいね、トランペットソロを聴かせていただきました。フォーストランペット横山里さん、はい、ということでですね、我々のバンドの説明の前にさっきすみません、発表説明を先走ってしちゃったんですけれども、そうですよね、それは我々がこうなんで集まってるかっていうところ、すみません、先に話すべきでした。すみません、ちょっと簡単に説明しますと、我々ですね、社会人大体 2,3 年目ぐらいの若手のまだまだ若造のバンドでして、出身がですね、大体関西出身の人と関東出身の人が半々になってる、非常にバランスの取れたバンドになっています。で、関西の人がなかなかバンドする機会がなくて、どうにかこうバンドしたいなということで、まず関西が集まって、でそこから数少ない人脈をこう使って関東の人を呼んで、このようなバンドを結成したということになっています。はい、ということでですね、なのでなんか練習とかしててもなんかちょっといろいろ文化の違いっていうのがあって、なかなか衝突したりとかね、なんかいろいろあるんですけれどもね、仲良くやってね、練習の後は毎回飲み会をしてね、いろいろいっぱいね、お酒を飲んで楽しんでいると、そういったバンドでございます。はい、ということでですね、すいません、MC ちょっと私初めてですね、ちょっと緊張しているところもあるんですけれども、早速それでは次の曲に行きたいと思います。で、次の曲ももちろんハウツベースのナンバーということで、お送りいたします。準備大丈夫ですかね。はい、それでは行きます。やーんどー
ランドウォーマーでした、それでは、ソリストを紹介しましょう、ソリストはまず、リードトロンボーンですね、丸田弥生、はい、そしてまたまたこの男ですね、本日3度目、テナーサックス、寺谷純喜、はい、ということでですね、時間も短いようで、次で最後の曲と、なってしまいます。なので、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当にもうその一言でね、我々バンドやっててよかったなってこう思えてくるんでね、ありがとうございます。ということでですね、いや、先に、曲名から先ソリスト、すみません、ソリスト、すみません、先ソリストを紹介させていただきたいと思います。最後はですね、最後の曲にふさわしいバトルソロをね、披露したいなというふうに思っています。まずは、バリトンサックス、宮部慎太郎と、対戦しますのはテナーサックス、荒井亮ということですね、最後の曲なので最後はもうかっ飛ばしてね、これぞっていうことで、大変失礼しました。もう一つ、あとそしてピアノですね、すみません、ピアノ忘れてました、和湯水木、はい、失礼しました、失礼しました。ということで、すみません、電子を紹介するの忘れてましたけど、大変失礼しました、はい、ということでですね、最後、もうぶっ飛ばしていきたいと思いますので、どうぞ、最後まで聴いてください。それでは、本日のね、演じ会いたりした AME の演奏を聴いていただきましてありがとうございました。引き続きマタラジャズ続きますので、この後も、ぜひぜひ楽しみにしていってください。それでは、最後の曲いきましょう。ヤガツトライ、ありがとうございます。さっきの MC の人かリーダーの方とちょっとお話を伺えますか。
リーダーと MC 一緒、すごいですね。一人だけね、ハッピーの色が違うんで、そうかなと思ってましたが、マイク、どうぞ。はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。聞いててみんな楽しそうにとか楽しくやってるのがいいね。そうですね、楽しむ自分、聞いてる方もそうですし、吹いてる方、吹いてる我々もね、楽しむっていうのがモットーで、今楽しみ方がね、はい、よく練習やってるなと思うんだけど、周りの音聞いてんじゃん、みんな。そうですね、これがね、楽しさにつながって。練習ってどのくらいやってるんですか。そうですね、このマダラオに向けては、まあ、2週間に1回ぐらいやってきたんだ、はい、それで練習と終わった後の飲み会と時間どっちが長いですか。はい、そうですね、練習時間が3時間に対して飲み会4時間ぐらいですね。なるほど、はい、非常に正しいバンドのあり方ですね。そうですね、はい、主に練習はどちらで。練習で東京ですね、東京での町は、はい、あ、町です、代々木の、セオリというスタジオで、はい、あ、そうすると飲み会は新宿か代々木かで。あ、そうですね、はい、そこで、まあ、終電近くまで。昔ね、七かもとって去年まであって、僕ら、はい、実行委員会のメンバーそこで飲んでたんですけどね。そうですか。ぜひ早稲田のモダンジャズ系の先輩がやってるところで、ただ店畳んじゃったのね。なくなっちゃったんです。どこで飲み会やってるんですか。決めてないです。もう歩いてて、居酒屋で飲めんじゃねってなったら、で入って4時間の会話の内容もどんなことですか。はい、もうあんまり音楽面の話はせずに、基本的に異性の話でしょ。異性の話っていうよりかは、ふざけた話が多いですから、ね、いいですね、はい、それでもそうやってコミュニケーションを取って、はい、どうです、マダロのこういう大きいステージで。いや、もう今日もたくさんの人の前で最高ですね。もうですね、はい、去年やって、もぜひまたね、こうやって今後もずっとここで演奏したいなと思って。いや、ぜひ、はい、今年こうやって演奏できて、聴いてる方も楽しいんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。一人だけハッピーな赤。あ、そうです、はい、あ、クイーンと私コンサートマスターをやってました。ありがとうございました。